あやし赤崎瀬尾あやしラジオシティビー、はい、ガラちゃんということで、あ、なんと店内から始まりました、麺屋長次郎さんです。え、まあ、いつも店内から始まってるけどね。あ、まあ、いや、食べてるとこだけど店外はないね、なかなか。確かにね、なんとまた元山田駅ということで、はい、連続になってますけども、はい、この前豚犬さんをね食べに行きましたけども、こちらはですね3月10日に元山田にできたお店でして、ただ普段はですね夜ポーク&ワインポルコというバルのお店を営業してるんですね。で、お昼だけこういった二郎を出してるという。で、長次郎って看板出てないんですよ。そうなんですよ、そこなんですよ。ポルコを目指していってくださいということで。うん、今日メニューは豚麺と豚増し、それから豚麺の汁なしと、まあ、豚ダブルなんですね。うん、ダイヤ少なめもあります。ということで、今回はこの麺ダブルとですね、特製の油だれを選択しているんですが、着弾！ありがとうございます。このように出てきますということでね。こちらです。豚麺、ダブル大盛り、950円で油、あ、そう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 、おおぞちょっとびっくりした。一瞬マシマシはねやってなくて、うん、マシ量は、店員さんにお任せしております。なるほど、まあ、一応野菜に油絡めですけども、特製油だれを見てください。とにかくね、油しちゃなん、接しちゃ。そして、油とはちょっと異なるですね、豚カスなんかも入ってるんで、後ほど見ていきます。別皿で、別皿でいただけるんですね。さあ豚からいきます。やっぱポルコというのがもう豚という意味ですからね、うん、日によって部位がねちょっと変わる可能性あるんですけども、はい、今回は腕肉が入ってたということで、なるほど、あのコラーゲンがたっぷり入ったふわプリ豚です。はいはいはい、ちょっとシーンとしちゃいましたが、スープを気になれない単語だったから飲んでいきましょう。なんと火鉢の大ファンということですね。かなり寄せてらっしゃいましたね。あ、なるほど、インスパイアされて。そう、しかも高レベルな、うん、濃厚なスープでしたね。乳化してましたが、すごい乳化してたよね。そうで、野菜ですけども上に油がすっごい乗ってて、これもね、クタ野菜でとっても美味しい、まあ、スープにつけてね、ぜひ食べてほしいという野菜でございますね。なるほど、なるほど。そうで、マシマシはないんですけどもね、先ほど言いました通り油と組み合わせるとこう結構ずっしりと煮てくるよという、もう存分な量でしたよね。存分な量、ね、二度言いましたね、存分に入っているんでね、特製油だれ豚と返しの芳醇の香りを嗅いでちょっとね、味見もします、うん、ね、直でね、一回直で行って中にはね、結構大きめのこういったね、豚カスが入っている。これをね、野菜や麺に絡めて食べると美味しいね。結局か、直じゃん、美味しいけど、こん、あ、ま、僕は行きましたけど、直だな。あ、後からタイプ、アフター野菜で、そういうこと、ええ、口で混ぜるタイプか。や、野菜を米みたいにそうだねそうですね、書き込んでいきましたが、さあそして麺ですね。麺は平打ちで、泥味のあるスープにね、絡みやすいんですね、やっぱ平打ちだと。千葉からもね、あの平打ちで、さらには泥味もありますからね、どちらかというとですね、つるっとしている、うん、ね、一口入れるとですね、もうボビンからこう糸がって出るように。懐かしいな、ボビン、ね、久々聞いたな、ボビンを、ね、うん、家庭科でよくね、家庭科でしか言わないから、そうだね、あれは他で言わないからお店の方はなんとみんなラーメンを作るのは未経験だったということで、すごいですよね、独学で、そう、作ったにしてはもう信じがたい噂なんで。いや、めちゃめちゃ美味しいですね。僕も別メニュー頼みましたけど。そうだよね、はい、そっちも楽しみですよね、はい、ニンニクです。まあ、ニンニク量はね、そんなに大げさに多いわけではないんですけども、美味しく食べられる平均的な量ということで入っておりました。辛さはね、あのヒバジをインスパイアしてるだけあるんで、このつんざくスープにニンニクを入れてぜひ食べてほしい、うん、ね、辛さ必要になって後半ね、ぜひ入れてほしいね、うん、さあそれで黒胡椒黒胡椒が始まっておりますがね、あのデカめのね黒胡椒だったんですよ、粒が、うん、結構驚きました。なんかあのなかなかないんですよ、粗めの黒胡椒の粗挽きっていうのは。そうそう、だから豚と相性いいのかな、うん、ね、でパンチ力持つ黒胡椒なんで風味がすごい弾けやすいんですわ。まあすごいでかいからね。そう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 、だから噛み砕いて、口の中でこう融合させて取ったんですということです、うん、ジュンごちそうでした。ちょっと結構出ちゃいましたけどね、出ちゃいます。さあステータスを、はい、見ちゃうよということで、まあね、マシマシでございましたが、マシマシレベルは 89.14、 高いです。いや高いじゃないですか、マシマシがないんですけども、マシマシだったらもう90を優に超えるということでね。さあこんな感じで食べちゃいましたけども、なんと、はい、赤崎さんが今回汁なしを食べてですね、そうですね、はい、とあるトッピングをしたんですよね、とあるコールの仕方をね。あ、まあそうですね、そう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 、はい、なのでこれは明日上がるのかな。まあそうですね。お、
まあ、こういったメニューもあるよっていうことをね。あららららら、大丈夫大丈夫だと思いますけどね。視聴者の声が聞こえちゃいましたけどね、今ね。いやいや、大丈夫です。え、大丈夫ですか？大丈夫です。美味しそうに撮れてますか？はい。あ、僕も楽しみにしているんで、実は。見てないから。あ、横にいたけどね。横にいたけど、全然見れてないんで、ちょっと、まあ、そんな感じで、ちょっともう一回、ポルコさん、はい、あ、ポルコさんじゃない、長次郎さん、はい、上がりますんで、そちらお楽しみに。明日もぜひお願いします。はい、ごちそうさまです。